はいどうも松尾修造のこれ知ってますですにゃーということでございましてね、今日は猫の話なんです。猫の楽園っていうね島がありまして、あるあの新聞で人口ですよ、人口15人しかいない島にですね猫が100匹いるという島があります。そこに観光客が今来てるというところでね、愛媛県のね離れ島大須島、松山からちょっと船で行くんでしょうかね、定期船があるそうなんですけど、たったに15人しか住んでない町に猫は100匹住んでる。そこに観光地の方が来るということで、愛媛県の青島というところですよね。それを調べていくうちに結構猫の楽園、猫の島っていうのがよくあるそうなんですね。それを9つあるそうなんですけども、まず、宮城県、石巻市の田代島ね、それからこう猫神社っていうのがねあるそうなんですね。へえ。それからですね、まだまだですよ、神奈川県江ノ島ね、藤沢市江ノ島、江ノ島もこう猫が多いそうなんですね。猫の島と言われてるぐらい、あ、江ノ島って猫の写真なんかでありましたね、なってるそうです。で、3番目、岡山県のですね、笹岡市、笹岡諸島と、これも島ですね、真鍋島、ここにも古くからこう猫が多いということなんですね。それから、滋賀県、関西、滋賀県近江八幡市の沖島島、沖島、ここにも猫が、結構住んでいるそうです。それから、香川県のですね、中田戸郡、多度津町、鞘柳島ですかね、ここにも、猫がいてるそうです。鞘柳島ですか、この島に猫が多いんですね。それから、愛媛県の、ね、睦月島、松山市にある、これさっきこの私が言ったところと近いですね、ちょっとね。それからですね、結構いてますね、山口県の岩島、山口県、上関町ですかね、岩井島、岩井、ね、名前の名前ですね、岩井島、この猫が多いということですね。それから、今8個いました、7個いました、8つ目、福岡県、愛の島、北九州市小倉北区、ここも猫の島があるそうです。そして、最後、沖縄県の竹富島、石垣島のね、すぐ隣ですけど、竹富島も猫が多いということで、結構猫がいてる島ってあるんですね。猫好きの方いてますんでね。犬の島はあんまし聞いたことがないですけどね。今日は猫の楽園、猫の島を紹介させていただきました。どうもありがとうございました。にゃーおー。猫ひろしも紹介しなあかんな、こうでしょうね。関係ないか。マラソンおめでとうございます。